供いたします。今日会を始めていたします。公益社団法人日本青年会議所理事会の、ね、メンバーの皆様、理事会の大変貴重なお時間をお借りいたしまして、全国大会主幹立候補青年会議所としてのご報告をさせていただきます。申し上げましたが、私は公益社団法人諏訪県青年会議所今年度の理事長を務めております宮坂雄健と申します。この度ただいまご報告いただきました通り、2027年度公益社団法人日本青年会議所第76回全国大会の主幹青年会議所として立候補をさせていただきました。皆様どうぞよろしくお願いいたします。私は人との出会いが人生を彩り、人生を豊かにすると考えております。青年会議所の活動を通して自分の地域のみならず日本中の、そして世界中の志を同じくする仲間と出会いというのが青年会議所の活動の醍醐味の一つであると感じております。さまざまな多くの出会いの場である全国大会は、会員一人一人、地域、ひいては日本全体を豊かにしていくことができる、そうした最大限の効果が期待できる事業であると考えております。さて、諏訪県と聞きまして、皆様どこにある地域かご存知でしょうか。全国の自治の皆様とお話しする際に、私が諏訪県青年会議所ですと申し上げますと、諏訪県どこの県ですか、そんな県聞いたことないと言われることが本当に多くあります。私の暮らしている諏訪県は長野県の中部に位置しております。岡谷市、諏訪市、茅野市、富士見町、下沢町、原村といった6つの市町村からなる小さな県域です。そこには諏訪湖、八ヶ岳といった雄大な自然があり、その自然の中で1万年を超える悠久の 時を超えて育まれてきた独特の歴史、伝統、文化、信仰が根付いております。そうした地域に誇れる財産を未来につなげていくためにも、私は日本中の JC の皆様に私たちの暮らすこの町のことを知ってもらいたい、来てもらいたい、そして好きになってもらいたいと考えております。地域住民だけでは解決することができない山積している地方の課題も、全国の JC の仲間と共に取り組めば、きっと社会をより良く変えていくポジティブチェンジのきっかけが作れると信じております。そのような機会ができるのは全国大会において他にはありません。小さな町だからこそ大きな変化が期待できる、社会をより良く変えていく機会がそこには広がっていると感じております。地域の課題を解決する機会として、JC の未来につながる挑戦と成長の機会として、そして笑顔あふれる人生を豊かにする多くの出会いの機会として、2027年第76回全国大会を主幹するチャンスを私たち諏訪県青年会議所に託していただきたいと考えております。結びになりますが、日本青年会議所の運動がますますこれから発展していくこと、そして明日から開幕するサマーコンファレンスの全てのプログラムが大成功に終わることをご記念いたしまして、簡単でございますが私からのご報告とさせていただきます。ご清聴いただきまして誠にありがとうございます。皆様どうぞ諏訪県青年会議所よろしくお願いいたします。